ドラムセットは代償様々なドラムやシンバル等の打楽器を一人の奏者が演奏可能な配置にまとめたもので、特定の楽器の名称ではなく概念である。通常椅子に腰掛けて演奏する。主にポピュラー音楽で使用される。ドラムキット、ドラムス、ドラムセットの楽器パートや演奏者を表す言葉として、ドラムスとも呼ぶ。略称は、ドクター、DS、またはドラムズ。 ドラムセットに組み込まれる打楽器類の種類や数は、奏者の好み、音楽的方向性、経済的事情等により達したようである。ドラムセットという名称であるが、シンバルなどのドラムでない打楽器がセットの中に組み込まれている。また、ドラムセットという用語は単に本校で説明する、概念を説明するものであり、ドラムが組み合わされた一般的な事柄を示す、用語ではない。 そのため複数の太鼓を組み合わせたボンゴやマルチタム、コンガを複数配置することはドラムセットとは呼ばない。雇用であるが文脈上で確実に理解できる場合はドラムセットをドラムと略す場合がある。欧米の軍楽隊にて体につけたバスドラムの上にシンバルをセットする発想が生まれた。そして1894年小太鼓奏者 DD エドワードチャンドラーによって 足でバスドラムを打つペダルが考案された。しかし、それまではもっぱらバスドラムとスネアドラムによって演奏されるようなマーチングバンドの延長でしかなかった。そのドラムセットが劇的に変化するきっかけになった最大の発明がハイハットであると言えよう。これはもともとジャズドラマーのベイビードッズが演奏中に左足を規則的に動かしていたのを見た観客が、 せっかくならその動きを利用できないかと考えた結果、生まれた左足で2枚のシンバルを叩き合わせるペダル付けの楽器、ソックシンバルという楽器を改良したものである。これにより現代的なドラームセット並びにビーとのスタイルが生まれ出たとされている。ドラムセットの構成アクシズのペダル。ドラムセットに組み込まれることがある。その他の主な打楽器セットのレイアウトは時代性もあり。 一概に演奏するジャンルによって分けることはできない。ただし、その傾向というのは顕著であり、現在のジャズシーンでは小口径のものを使用するのが流行で、バスドラ18インチ、フロア14インチ、タム12インチといったスタイルが好まれている。かつては、トニー・ウィリアムスを筆頭にバスドラ22インチ、タム12インチ、13インチ、フロアタム16インチといったものが流行し、 中には、名手バディリッチが、バスドラ24インチを配していたことも特記できる。また、ロックでは、バスドラ22インチ以上を元にしたセットが、好まれていることが傾向としてある。レイアウトにも流行があり、60年代は、点数の少ない曲小キット、70年代は反対に、多点キット、80年代はさらに数が増えた、超多点キットであった。しかし、 90年代から現在については60年代のレイアウトに戻ってしまっている。ロカビリーバンドにおいては椅子を使用せず立って演奏するミュージシャンも参見される。こういった時代性もあるが主体となるのは演奏者本人が何をしたいかということであり、時代の波に従わずに自分のセットにこだわっているドラマーも多数いる。ドラムシェルには様々な材質が用いられる。 スネア以外のドラムはウッドが多く用いられるが、スネアドラムはウッドに限らず、金属製のものも愛用者は多い。しかし、中には、ファイバーグラス、アクリル、カーボンなどを使用しているものもある。セットの主たる材質として、メープル、バーチが筆頭に挙げられるが、上質なマホガニーなども使用される。これらは各メーカーともに高級機種に用いられるが、安価なものには、ポプラ。 フィリピンマホガニーなどの安価な材質が使用される。また、高級感を出すために化粧板にアッシュ、コルディアといったキメの美しいものを採用する場合もある。ただし、ここで注意すべき点は、同じ名前の材であっても産地によって全く異なることがある。例えばバーチなどは、高級機種にも安価な機種にも使用されるが、一言でバーチといっても、世界的には、 約40種類があると言われ、そのうち良質とされるのはごく限られた数種類のものしかない。したがって一概に、材の名前だけをもとに質を判断することはできない。ドラムの特質として、同一メーカーによる同一手法を大前提として、異なる材質のものを比較した場合には、その音の出方は明らかに違う。さらに掘り下げると、製造された、環境、使用されているパーツ、 銅のカラーフィニッシュによっても確実に差が出る。よって PA に頼らない生音を重要視する場合については材質選びについて特に神経を使う必要がある。通常、ドラムの成形は薄い板材に接着剤を塗り熱や圧力を加えて合板を作成、それらに接着剤を付け登場に成形する手法が多い。新エンドが最も重要視されるが、 各メーカーによって、その製造方法は異なる。ちなみに4枚の組み合わせは4プライ、6枚の組み合わせは6プライということになる。ただし、メーカーによって1枚ごとの厚みは異なるので、一概にプライ数では比較できない。また、同じ厚みに成形する場合でも、薄いものを数多く重ねた場合と厚いものを数枚組み合わせた場合では接着剤の量が異なるので、 おのずと音にも影響が出る。さらに言えば、銅の厚みが増すと、音量、音圧が上がるほか、遠なりといって、音が遠くに抜けやすくなり、銅が薄くなれば、音量、音圧は下がるものの、そばなりといって、ドラマーには、心地よいサウンドが得られ、また反応も敏感になる。なお、昔の考え方では、銅が薄くなることによって、歪みに対する強度の問題があるとして、 銅の上下に補強枠を取り付けることが多くあったものの、一時期は銅を厚くすることが流行し、この手法を用いるメーカーが一時期は激減した。最近では、この手法を単にシェルの補強目的ではなく、サウンドに対する影響に期待して採用するメーカーが存在する。なお、アクリルやファイバーなどの材質については、環境変化の影響が極めて少なく、 またその材質の硬さからアタック音が非常に強調されるためハードロック系のジャンルでは好まれる。しかし、かつてはパール社のファイバー製ドラムがジャズミュージシャンにも根強い人気を持っていたので、一概に材質を持ってジャンル分けすることは好ましくない。2013年4月現在、現存するドラムシェルには記述したウッド合成樹脂のほか、 他種の金属など様々な素材が用いられ、その形成法も多岐にわたる。一般的にそれぞれに特徴的な音色があるとされるが、他の多くの楽器同様、それのみが楽器から発せられる音質を決定づける要因のすべてではない。したがって、ドラムの選択においては、種々の情報を鵜呑みにすることはせず、必ず自分の耳で音色を確認し選択すべきである。一般的に、 バスドラムは、合計20インチ、または22インチが多く使用される。しかし、ジャズや小規模バンドの場合18インチという、小口径を使うこともあり、逆にロックやジャズのビッグバンドでは24インチが、また特にロックでは26インチという、大口径バスドラムもある。かつては深さ14インチが、汎用的であったが、近年では16インチから18インチのものが多く、 見受けられる。光景が大きいと低音が出やすく深さが深いと、サステインが長くなり、音圧が高くなるが、アタックを強調したい場合には深さをセーブする。同じく、アタックを強調する手法として、フロントヘッドに10インチ程度の穴を開けたり、ミュートという手法が効果的である。ミュートには、道内に毛布を入れ画面裏に接触させる手法や、 道内に上へと入れ道の振動を抑え込む手法がある。フロアタムは18インチ、16インチ、14インチの3種類が多い。タムについては8インチ、10インチ、12インチ、13インチ、14インチ、15インチ、16インチ程度が一般的である。これと同時に20インチのバスドラをセットする場合があるが、これはゴングバスなどと称され、ヘッドは 片側しか張らない。深さについては、例えば合計13インチを考えた場合、深さが9インチが標準銅、深さが10インチ、11インチで振動、これを超えるものを超振動ということがある。80年代は超振動が多く使用されていたが、現在はやや深い18、1 2九、1310といったものが主流である。なお、 光景深さの順で表記するのは日本だけで、日本国外では深さ光景の順になるので注意を要する。また、地面が存在しないタムタムもあるが、アタック音が強調され、かつドライな音色であるが、現在はこれを好む人は少なく70年代の流行であった。光景はかなり以前から変化はないが、深さについては時代の流れとともに変化が出てきている。 朝銅から標準銅、そして振動、そしてまた朝銅といった感じで流れているが、ここ最近はスネアを、はじめ振動の販売数が伸びてきている。ドラムシェルの両端内視片側の開口部に取り付ける振動膜である。一般的に円形に形成された硬質の枠を持ち、フープによりこの枠が押し下げられることで、振動膜がエッジに押し付けられ、張力が与えられる。 古くは動物の皮を使用していたが、1956年、チック・エバンズがポリエステルをドラムヘッドとして使用したことに始まり、その優れた耐久性、耐転候性、製造コストの低さから2013年4月現在、振動膜としてプラスチック素材を使用することが主流となっている。モチール、素材、形成法などの違いが、 幕名楽器であるドラムの音質に与える影響は大きく直径や材質や画面用と共鳴用など様々なタイプのヘッドが市販されておりスネアドラムの共鳴用のヘッドにはスネアの繊細な反応を得るために200から300ゲージ程度の専用ヘッドが用いるなど一般的な方法論があるしかし画面用と共鳴用に用いるヘッドに種類上の区別はなく 直径が合えば、表現したい音などによって、現場の裁量で選択でき、前述の通り共鳴用のヘッドの有無も選択できる。ドラムヘッドは、ドラムの表面積の多くを占め、聴衆やカメラに見えやすいため、メーカー名やバンド名が表記されていることが多い。ドラムセットも同様であるが、特に、バスドラムの共鳴用ヘッドにはあらかじめメーカー名が入っていることが多い。 バンド名や個人名を入れることも多い。消耗品であり、画面用、共鳴用問わず、ヘッドは演奏時の打撃により、不均一に引き伸ばされるため、破れるなど、外観上明らかな損傷がなくても、使用頻度に合わせた定期的な交換が必要となる。主要なドラムヘッドメーカーには、レモ、エバンス、アクエリアンがある。ドラムセットを購入する場合は、 ヘッドは生産材としてすでに組み込まれていることが多い。便宜的にパーカッション記号ないし、ヘオト記号をオトブ記号に持つ五線譜、あるいはオトブ記号のない五線譜を用いて表されることが一般的であるが、それ自体は音階を持たないリズム譜の集合体であり、音高、譜等、アーティキュレーション記号などの書き分けと楽器操作との間に、 ほぼ1対1の対応関係があるという点でタブラチュアフの一種である。ただしギターやベース等のタブフと違い奏者によってドラムセットを構成する楽器の種類と数が大幅に変わるためにそれらを表す譜面上の表記は1位に定まらない。従って財布者には略語、付ロックコメントなどで寄付方法を解説することが本来的に求められる。寄付例を以下に示す。 ドラムセットには多くの金属パーツが使用されており危険である。また、その他の器具類も演奏を目的とした設計が行われているので、それ以外の用途に使ってはならない。ドラム、シンバル、ハードウェアなどを調達、製造し、実写ブランドとしてセットを販売しているブランドの一覧。ドラムドラムセットに組み込まれる太鼓を供給しているブランドを記載。 シンバルブランドドラムセットに組み込まれるシンバルブランドを記載ありがとうございます。